ゆきなちゃんです。こんにちは。うん、そうなんですよ。休みなんです。くたんさん、ありがとう。ちょっとね。の、な、ね、に、ラジオなんですけど、いや、寝起きじゃないんですけど。なんか、す、あの。今、すっごい暇で。っていうのも。今、私、あの。昨日。 昨日さ昨日飛行機でブーンってさあのまあふるさとに戻ってきたんですよそうふる,ふるさとというかまあお兄ちゃんに戻ってきたんそうなんですでねそうほんと今日はね 今日、親戚の結婚式があってそれで戻ってきたんですよ。それに出席するために。お,おめでたいじゃん。なのにさ、私昨日の夜、熱出しちゃって <laughs>、家でお留守番になりました。わざわざ帰ってきたのに <laughs> で。ですっごい暇なんです、今。 おね、なんか薬飲んでさあの、熱ちょっと下がったんですけど39度ってて「えっ!」ってなって <laughs> そうそう置いてかれて <laughs> 結婚式行くためにさ帰ってきたのにさそうそうだよもう結婚式終わったらもうすぐ戻ってさ患者の予定だったのにさそうなんです。 今,今はねなんか微熱ぐらいにな,なりましてえもうわかんないコロナかもしんないコロナかインフルエンザか熱かでなんか胃腸炎かわかんないんですけど胃腸炎前胃腸炎になった時お腹痛かったからお腹痛くないからあれなんですけどシウトさん結婚してありがとう体調治ったら考えるホ <laughs> 本当に暇すぎてちょっとなんか配信しようかなって。 そうなんですよねだだい大丈夫なんですけどマジで昨日の夜死にそうだったマジでなんかお風呂入った後に「えこんなに寒いことある?」って思ってそう「あおしりん昨日死んでた」<laughs> うっちゃんファイトありがとう頑張るよ頑張るよってか早く回復するね <laughs> いやーありがとう嬉しいよギフトあ詰まってないうんうんあのツイートしてる時はマジで元気だったんですよただただお兄ちゃんのお迎えお兄ちゃんがお迎えに来てくれたんですけどお迎え待ちで。 それお兄ちゃんがなんか渋滞に捕まって暇だからそう暇だったんです <laughs> でもなんかえの振り袖着る予定だったんですそう違う寝てたんですよでなんか今め今めちゃめちゃ熱下がってあれなんですけど「オレンジの新製品さん神ありがとう」人形浄瑠璃を見にへえ 近松門左衛門だけに浄瑠璃ってそうマジで昨日そ,それでなんか昨日私私ねいつもね肩,肩痛くて背中痛くてあと腰痛に苦しんでふだから苦,苦しんでるんですけどめちゃであのなんか腰がきの異常に痛くて <laughs> なんかもう過去一で痛くてでマジで明日岡山で あの先生とかを見に行ってもらうちに針治療してもらおうと思ったんだけどこれ絶対熱のせいやんと思って熱出てから思ったんやけどその「えじゃあコロナえインフル?」って思ってえでもいつもの痛さとかじゃなくて異常に痛かったんですよでしかもずっと寒くてそうなんかでも熱下がっちゃって だからまあなんかお薬飲んだ夜でも夜に飲んでから飲んでないんですけどのせいかも今はね37度南部ぐらいの微熱なんですけどそう元気なんですよでも <laughs> 私元気夜しんどかったけど元気このインフルって腰痛いよね確かジョニーさんありがとう久慈の太鼓さんありがとう 喉はねちょい痛いでもね咳とかは出ないポカリお兄ちゃん買ってきてくれましたちょマジでお風呂お風呂出てこんな寒いことあると思ってなんか胃腸炎の時思い出してなんかそうそうしで、ね、お兄ちゃんに、ね、体温計借りたアクエリ派 どっちでもええほんとにさマジで暇 <laughs> マジで暇最悪交通費交通費の無駄だよ交通費の無駄悲しい本当運がないですね なーーに会えるイベントですかうーんないえそうなんで岡山にしかもなんならお兄ちゃん家でお兄ちゃんのソファー寝てて私はねお兄ちゃん熱出たがお兄ちゃんのおベッドをねお借りしてねそうゆ,うゆうと寝ております親戚おいくつおいくつだろう20ってね12 267かなそうお兄ちゃんは結婚式に行きましたいつかうんなんか今日悪化しなければあ,あのあれですけどあの病院悪化してし悪化したら病院行こうかなみたいなそう 新橋,新橋はね行ったことない、ね、年近いかな離れてるかもなお友達結婚式いいね兄ちゃんは結婚はまだまだそうですねこんにちは。 あくびとともにお、こんにちはって言ってすみません。うきなちゃんの結婚式は、うーんー、2年後 <laughs> リアルじゃない目標2年後ぐらい。リアルリアルすぎ、嘘です。予定なしですよ <laughs>。予定なしですけど、リアル。 フフ <laughs> 今はスピードコンっていうもんがありますから26レミたんレミの生誕まだやってないのか出会ってないとじゃあちょっと明日あたり本当はさ本当はそのいとこの結婚式でさお、ね、出会いをね探そうかなとか思っていたんですけども。 <お> <laughs> うんこうもう運命だと思えば「交際ゼロ日」でもいいんじゃないかなと思います <laughs> えレミ雫公園に出るんだしえマジでさあの小学生の時にさプロフィール帳でとポカリスエット飲みます プロフィール帳で22歳で結婚するとか言ってた人言ってた私バカだと思うだって大学行ったらさ22歳で無理に決まってんじゃんと思ってスピーチとかはないよだって親族だもん親友とかじゃないからユッキーな結婚、まあ、いずれねいずれ数年数年後に結婚します多分知らんけど。 <laughs> 学生婚私の周りにいな私の周りにはいなかったな同じ大学とかにはいなかったでもなんか同級生中学の同級生とかで結婚して赤ちゃんいる子とかはいるけどあれかな高校卒業して働いてる人とかかな結婚してる人だいたい。 そう私あのお父さんとお母さんに「お父さんとお母さんが結婚できたからあんたは結婚できるよ」って言われてる言葉をね信じてるんですだから多分大丈夫ですフフ <laughs> そうそういやなんかお父さんとお母さん割と結婚こう遅めな遅めだしパリピとかではないので <laughs> そうだからギリギリ結婚できたからあんたもきっと大丈夫だよみたいな <laughs> 選びたい放題なわけないやんねえ 前世で前世でどんなとえっとね前世ではねえっ、ー、とまず人を3人助けた <laughs> あと一生懸命生きたらしい私の前世父さん誕生日覚えてます。 全然高嶺の花じゃないんです江戸おひのみやばいやんな,なんとなく三人駅のホームたどいて人助けました偉い偉いですね高嶺のなでしこって知ってますかゆっきな尽くすタイプああでも なんかね本当にあのね私ねマジでキャラがなんか別に自分で多重人格のとは思ってないんですよてか全然多重人格じゃないし常に基本的になんかあんま猫かぶれないので素なんですけど会う人によってマジでなんか思われてるキャラが違くてそうなんかそのこそみーことかかりんとかさ なんかアイドルの同期とかさなんかだ,とだとさあと先輩からも言われてたけどユッキーナはなんかしっかりしてるなんかお姉さんみたいなさ感じで言われてたじゃないですか自分で言いますけど <laughs> そうそうそう言われてたじゃんで今でもミ由コのお世話お世話,お世話か分かんないけどしたりとかでしっかりすごいしっかりしてる。 って思われてるんですけどその話を会社の同期にするとお前がしっかりしてるとかマジでど,どうかしてるわみたいなレベル <laughs> になっちゃうそうそうみゆこちゃんはしっかりはしてないか <laughs> いやしっかりしてる面はしっかりしてるんだけどそう そう,マジででうちがそのどなんか会社の同期とかになんか相談とかに乗ってあげてるんだよみたいな話をねしたらねなんか「え誰がお前に相談する人がおる?」みたいな感じで <laughs> 言,われ言われちゃうんですよ <laughs>。そうねなんか自分よりなんだろう年下だったりとかそのしっかりしないといけない状況が生まれると。 なんかしっかりしちゃうそうけど甘えていいような状況だったり自分のなんかこうおっちょこちょいというかバカっぽいところを出せるような人たちがいるとその出ちゃうみたいなそう「初見です」じゃないんよ <laughs> そういつもアホ扱いされてます アホバカおっちょこちょいみたいなそうだから大学とかそう甘えさせてくれる人がいいわそうそうそういいから寝てなさい今寝て寝てますちゃんと寝てあの布団に入って休めてますえマジで今もう運る そうフライヤーもらった何の何のですかまあ1匹のバカではないなんか賢く賢くもないけどなんかあの何ですかねただあの何おっちょこちょいですねあとよく「何言ってんの?」って言われます「お熱下がったよみんなと喋ってるから勝ち組だ」 人生勝ち組になった7度なき七度切りましたあもうこれは元気で明日帰れますねやっ,た <laughs> やったやったやったやっぱり髪の毛絡まったちゃんと寝ときゃ寝とったんやけどもうさ私もそんな寝すぎても寝ること寝ることできないから暇で暇で。

休日えそんなことないよ先週も休日あったよ先週だっていつだ金曜日お休みにしてたんだっけな私有休すっげえ残ってるんですよ <laughs> 有休あ違う3ん先週は先週そう金曜日お休みにしたから3連休でしたそうアイドルライフスターパックだ めっちゃ振りコピいやあの違うんですよなんか休み休み全部振り替え休日で休んでて有給を使ってないみたいなつか休みなーってめっちゃ言われるそうそうそう休日に働いた分のお休みがそう。 うらすんだら叫ぶおいおれおいしえいのでさとべ燃えるあかんべ平日ディズニー生きてちょとうちさそれこそ来週とかさ遊ぶ予定とかがあるからさもしこれがさこれでさなんかさ隔離隔離自宅待機とかさあの出られない状況になったらほんとに泣くんだけどさどうしよう。 有給って二十九日ももらえるんですか？フォローしました。これ定型文じゃろ？<laughs> 絶対定型文ですね。一月二十、私一月二十に何しようかな。 えね、40日あたまってくじゃんってえそんなさそんな社会人何年目とかなの社会人何年目 ?20 日も20日もらえるのじゃ20日もないと思う9年目なんだそれはたまるね うん。30数年す,、ね、すごいすごい何十年 <laughs> そ,うそうかも1 0ぐらいかなでもさ友達はさ1年目でもさ20日とかある子いっぱいいる。 そんな休んでどうすんねんってんけどめっちゃもなんか使いすぎてないって言っちゃったヤ <laughs> っホーそう会社によるでもそんなにあってもさなんか休むこの間さその金曜日にさ振り替休日を振り替休日お休みをささせてもらってさ そしたらさ、金曜日にさメールが来たりとかさしでさ「ううはこれしなきゃな」とか思う,思うわけよ。そう「ジョニーさん神ありがとう」そう思,思うわけね何の話してたっけ そうだからお仕事とかがさそうたまっちゃうからさ休むのだるいなって思いましたフ <laughs> フ空のショールームいべ何のショールームいべテレワークできるのできるよん。 1>, 1月13日って何があるんああなったんのねうちも行きたいな追加メンバー募集が始まったのクッキング選抜何それ何それクッキング選抜は知ってるよマリアさん1位だったよね 待って調べよう。追加メンメ追加えだってさ結構元々メンバーいるくない？これ。こんにちは。え、ローパンコンもう募集始まってる？もしかして。始まってますか？まだだよね。倍率絶対やばいよね。だよね。 S S でに20人おるんたこ焼き部オムライス部コロッケ部デザート部へえほおー。 ちゃんさんさありがとうラブラブタオル <laughs> スティーユーコンいや私も今今病人病人よ <laughs> 一応仮で病人だよユキ選ばれるかな雪キー最近はなんだろう鍋鍋鍋 鍋してます鍋鍋作ったりこないだなんだっけ塩塩鍋そう冬だからあキムチ鍋も作ったあと何作ったっけな豚バラえのきでしょ テー,ティーで何テーティーキャスターさんありがとうシメも食べたなお腹いっぱいだった鍋だけで <laughs> そう鍋楽お野菜取れるし人数多い鍋したことないな <laughs> こんにちはおい自己紹介してくれた鍋パーティーはしたことない 大学生の時はしたこといやでも言うて大学生でも社会人でも2人とかでしかしたことないかもそうやっても2人かな友達と2人で鍋作って食べるみたいな あとなんだろうあいいってこと尊い尊いねなるほどね <laughs> あと最近あ最近レシピを見ずに適当に生姜焼き作りました <laughs> かっちゃん似合うありがとうなんかこれが生姜焼きの味なんかわかんないけど生姜焼き作りました 鍋デート食べに行くってことでも冬になったからもつ鍋の時期だからもつ鍋食べに行きたいなもつ鍋大好きなんですよ私誰かもつ鍋デートしましょう <laughs> もつ鍋デートあ私あれだ宮城でセリ鍋食べましたセリそうそう生姜入れたから大丈夫生姜チューブでね 宮城行った出張で赤からね赤からさあれだよユーカリンとユーカリンとオミめっちゃ前に行ったことある気がする一回だけ何年か前に行った気がするなそれ以来行ってない URL とか申し込みベースなんだ 牛タン食べましたよ3,500円ぐらいする牛タン美味しかったひなくりいいねひなくり行きたいひなくりどこでやるんだっけ あずんだシェイクいけなかったなんかさ最初海外飲みたかったんだけど帰りの新幹線さめっちゃ混んでてもう席空いてないみたいな感じだったんですよ参加費10万円ぼったくりそう駅で売ってるんだけどマジで混みすぎて買う暇がなかったスタバのいちごえ飲んでない紫芋は飲みましためっちゃ美味しかった 新乃木坂スタタンスタタンですか先週あいいねみんなおたかつに励んでますね大丸にあるんだずんだ。<laughs> 安くていいて高いわ10万円の価値ないねん 日向の新メンバー一人も分かりません <laughs> 真面目に一人も分からんこんにちはピアーリーナいいねピアーリーナでも奥行き長いねピルアポねピルアポ行ってみたいけど 価価格価値はこちらでで決めるので <laughs> キナ全然美女じゃないんでございます散策してますじゃあおすすめは竹下通りです散策の <laughs> <laughs> 斉藤藤飛鳥さんの卒業の話まだしてないあっなら何回あのね アスカちゃんはですね私の人生で2番,目か2番目か3番目の推しなんですよ、えー、卒婚行きたいそう2番目か3番目にできた推しメンなんですそう「でイよ何するのいつもねっ香さんびっくりした寂しい そう私がねあのこの間ツイートしたんだけどさ元 e ー i ールズの,あの山口乃々佳ちゃんって子があ違うベスト3じゃなくて推しになった歴の話ですそうあの山口乃々佳ちゃんが人生で初めて、まあ、推しメンっていうかそうになって。 そ,のそれがきっかけで可愛い子好きになってイーガールズがきっかけその後に中学3年生ぐらいに乃木坂にハマってあれかな何だ何度目の青空かとかとかかなそ,れその時にアシュマリを私は好きになったんですよアスカマリカちゃんアシュマリ何度目は十枚11枚目 11枚目10枚目わかんないけどでそう,でそ,うそっから AKB です <laughs> 女の子と結婚できんの男の子ってさゆまりかさゆまり派かうちアシュマリやったわまり、あ、かさんがいっちゃん好きです乃木坂でもみんな好きですああ当時は珍しいって言われた当時はって今もかもしんないけど なんかえ乃木坂ファンから AKB ファンになったのも珍しいねってめっちゃ言われましたあ女の子同士ね寂しいね 映画でーよか映画で,えよか映画でえよ、えーよしてみたいあでもなんか隣にいるとそわそわしちゃうから嫌かも嫌 <laughs> かもじゃあなんかずっと、ね、映画に集中できなくないわかる映画でーよさ <laughs> 隣にいいると集中できななそそそうそうそうえなんか私でも映画館で知らない人が隣の席にいるのすごい苦手なんですよ。いついや映画中手繋がないでしょ。映画に集中しろよって話じゃん。 <laughs> ね <laughs> そう空いてる映画館がじゃないと嫌ですなんか電車とかでももう最近は慣れたけど本当は隣に人がいるのすごい嫌でそう 自分のファンが隣にいたりして私マジでそのアイドルになる前にその寅桃さんが好きなお凛さんがお凛さんがたまたま電車で隣に私が東京旅行してる時に隣になってしまったことがあります私の隣の人が降りた後に横に座ってきてえっ,ってなえそう話かびっくりしすぎて話しかけちゃったの 袋がさがさあポップコーンとか気になっちゃうね私もポップコーンをい,いかにさいかに音を立てずに食べるかっていうのしか考えてたらさ映画に集中できなくなっちゃうけしからん <laughs> そうあれは奇跡でしたね大興奮し,しちゃいました 東京って芸能人いるんだって思ったその時ええー、映画でやの後の感想感想とかないんだけどってなっちゃう <laughs> やばいかなそんなこと言ったらなんかさ感想とか何もないのよよかったね終わり <laughs> えそうなんだよね。なんか私映画とか結構見るんですけど、なんか覚えてないんですよ、ドラマとか内容。覚えられない。え、最近ショールーム見て、誰も何も見てないですね。おた、おたかつもあんまできてないですね。難問、難問見てるぐらい。難問とスプスラ。 えー、恋愛でもあそこキュンとしたよねとかうんなんないかもなんだろうなんか映画ってすごいねみたいななっちゃうかな <laughs> ライブデートライブデートしたいライブデートしてみたいですよ一ね 明日まさに映画デよいいねいいんじゃないライブの感想だったらマジでできるえねえねえねえあそこのさみたいなえみたいな隣でコールコールしてたらあーどうだろう,うい言い方によるかも <laughs> そのコールの感じによるかな それ、あれあでしょ彼氏だった場合でしょ行くよーいいねパンパカパンででかく止め出したらだもんね <laughs> フォーメーション <laughs> えっんか あのでもそれこそ AKB の武道館を見に行かせていただいた時に会社の上司と,と先輩といたんですよ。でそれでなんか上司あんまりまだメンバーとか分かんないからあなんかプロフィール見て「のこの子かわいい」っていうのをめ見つけてて。 であそ今映った子ですみたいな <laughs> 楽しかった <laughs> カルピーがアイドル応援彼女としてえー、どうなんだろう人によるなんかリアルすぎると無理嫌だってなっちゃうか分かんないけど上司は誰をしにあどう上司が可愛いいって言ってるのがのトムさんと 光んさんかわいいって言ってたあと茂木さん <laughs> そう2日目なんで2日目 仲良くなれそうです。そうそれで「あであの今映った人私の推しメンです」とか「この子私の同期です」って言って話してたそう説明してた。 プロフィールでこの子可愛い,いみたいな。全然引かれてない。ね卒業発表。なカリンが四分前におはようって言ってるおはようっていう。 かりんえっ、ー、とおはよう今日も愛してるよよし <laughs> ジョニーさんもジョニーさんも返事してた早いリップしてた <laughs> 彼氏か。 いいでしょ。いいでしょみんな。<laughs> 愛してるよなんてだえねラインで愛してるよとかって言うの？ラインでさ愛してるよとかさ好きだよとかさ。 何言うの普通の世の中の人,人たちってさ18期 <laughs> それでも好きだよ言うわけないよ言わないよねあんなんさ私あんなんはさ少女少女漫画の世界だと思ってるんだけど。 クソだるリップでワロタだって <laughs> でこの間のさ美恵子のさ髪の毛のさえいやんはさマジでさかほちゃんを意識したわけじゃなくてただただ普通に言ったら確かにかほちゃんっぽいって思うかほちゃんのあれ見てかりんがいいねしてるの見てさ確かにと思ってちょっとやめてよってなった「<laughs> 好きだよ」は言うかもガチすごいね。 それはさ彼女が幸せだね絶対ライ <laughs> ン LINE では一応使うあ直接だとさ好きだよとか言うの愛してるよって言うんですか言うんですかえ言うんですかなんだとなん <laughs> ですと わ言うんだあっ素敵素敵素敵す <laughs> もう熱とかどっか行った気がするうん <laughs> そうだよね推しメンにそうだよねみんな好きだよって言うもんね大好きですとかね言ってくれるもんね <laughs> 言われえっ、ー えーどうなんだ言われたらさいなんか言われたらイライラしちゃうかも <laughs> で実際自分が言われたらイライラしちゃう <laughs> でも言われなく言われないとイライラしちゃうかも想像上 <laughs> いい推しの日ジョニーさんしか言ってくれなかったジョ,ニーさんジョニーさんだけ言ってくれたいい推しの日で私のことを。<laughs> めっちゃ嬉しかった <laughs> いやだっちゃちゃ違うんですよまずまずなんかえだってさ違うなんかまずさじゃ好きとかさじゃ言われなかったら多分私のことなんでこう心配になっちゃうわけですよ <laughs> 多分「えこの人本当に私のこと好きかな」みたいな。 多分なるじゃないですか。で多分やむんですよ。でじゃあもしじゃあ好きです好きだ好きだよとかいっぱい言われ言ってくれた場合め <laughs> メンヘラじゃないこれは普通だからあのでもし好きだよとか言われた場合えなんでこの人私のことあの好き好きとか言うんじゃろうって意味意味わかんないと思ってやむ。きのじ実さん大好きあ大好きタワーだ。 ありがとう。いいおしの日かな。い <laughs> え、ありがとう。あえ W 発音割る。<laughs> そう。<laughs> ありがとうございます。かえ現象じゃないんですよ。こじらせてるよね。絶対ね。いやだって違うんですよ。私がじ自分のことが好きじゃないから。 まずこんな私のことを好きとか言ってること自体がありえないみたいになるじゃないですか。でそんなそんありえなくてでもそれでも好きって言ってるやつ頭おかしいみたいな <laughs> なるじゃないですか <laughs>。これでいいですか <laughs> おいおい投げやりじゃないか心から思っておくれ <laughs> そなうふんそうそうそう <laughs> こじらせすぎた <laughs>。 あ、田中圭に言われたらね最高だと思いますそう疑っちゃうんですどちらにせよどうしようってんだいってねおしめに好きって言ってこようちも好きって言ってこよ仮に今から 好きって言ってて言くる、ね、LINE でおだいさんに言われたら「いやお世辞でお,ちお世辞でもいありがとうございます」ってなる <laughs> 写真4枚にはしっかりおナイスナイス言い続けてたなるほどねじゃ言い続けてもらえばいいのかできた場合 どこだあちょっと聞いてくださいあのラインってさあのなんだろうクリップクリップってあるじゃないですかあのなんか絶対下に下がらないクリップ上位に来るやつあのわかるピン止めみたいなピン刺しピン止めあれにねカリンとビーコしてますへへへかり大好き大好きだよオッケー送っといた お,お仕事頑張ってくださいありがとう早く直します <laughs> そう私のピン止めリストはかりんとみゆこときのちゃんとやることリスト <laughs> お昼ごはんはお兄ちゃんにうどんをコンビニで買ってきてもらってるのでそれを食べますオチリンは昨日電話しました直接言わないと言いたいことは通じないあわなんかそれさあれで見ましたインスタとかでインスタ違う、うんちょっと から返事来た <laughs> どうでもいいことでした兄 <laughs> ちゃんいない今兄ちゃん結婚式行ったそうじゃ直接言いたいこと言わないとってかテ TikTok でんか,でなんかあの女の察しては無理だみたいな,なんか察しては無 無理だよみたいななんか見ましたへえって思ってかりん偉いねかりんからはねだから時事ネタが時事ネタについての話題が来ました最高って来なかった悲しい そう政治についての時事ネタえちゃんと告白されえちゃんと告白ってさねちゃんと告白ってさちゃんと告白ってさどうやったらされるんだろう <laughs> どうやってされるんですかね そう、面と向かって直接で。え私面と向かって告白されたことないかもしれない <laughs>。 ないないかも。なんか本当に例えば立ち止まってなんかなんか好きです付き合ってくださいみたいなさされたことない気がしますないないかもない誰かしてくれないかないやファンの人にだって付き合ってくださいって言われたことない結婚してっていうスタンプのギフトはね。 いっぱい来るんですけどいや誰でもよくはないですいい <laughs> 告白会いいね全員振りまくるってことですかそういやちゃんと何でもそう。 私的にその告白をされるなら、なんかその断断るっていう断るっていう行為が嫌なんですよ。断る行,行動が嫌だから、その告白避けに行きます。今日なに逃げます。<laughs> さなんか刺したら逃げます。そういう場面を作らないようにする。 かっちゃんさん結婚してそれみゆこあみゆこっていうか多分みおちゃんかみおちゃんに送りなあきびぴぴぴょんちさんありがとう <laughs> え違う面倒くさいんじゃなくてだってふるなんかふるのって申し訳なくなるじゃないですか多分。 カマチって人好きになったことあるのありますよありますありますえで好き自分が好きな人から来られたらもうもちろんね受け,受け取りたい告白されたいんですけど <laughs> そう「翔太さん結婚してありがとうそれは、えっと、な,なんだっけな誰だっけ?何」んんとかさんに送るんだよ えだから直接言われないようにしますみたいな感じ直接直接言われないような流れに持ってきます「人を好きになるって切なくつらいものね」 きっちゃんえ,えっとはなんだっけ彼女の名前なんだっけあれ聞いたけど聞いたっけ忘れちゃったなちゃんと彼女にチェキ渡した <laughs> 彼女にチェキ渡しましたかいねなべちゃんラブラブタオルありがとうイコラブタオルじゃんこれ絶対に確定演出パラパパパパーですね 見せたよ <laughs> 見せたんだりんりんまちさん結婚してえー、とももかさんに送ってください告白したこと 告白したことあります一回だけありますね木のじいさん結婚して愛梨、えー、ちゃんに送ってくださいももかさんでもいいです <laughs> しめっちゃ把握してる当たり前 <laughs> 幼稚園の頃に好きな人とかいなかったな <laughs> 草だってガ <laughs> タガ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 タかみおちゃんってリアコって感じするじゃんでも私振られてますか振られたんですよその告白は振られておるんです でもしょ確かにその時の私のあの感じじゃ振られて当然だなと思いますねはい <laughs> ぶっちゃん結婚してぶっちゃんあれ待ってぶっちゃんは誰だっけぶっちゃんマリアさんだっけあれ違ったっけあれセリカさん ななんんとそうなんだ同,同級生同級生たまちゃん結婚して、えー、みゆこにあげてください <laughs> えでも分かんない人分かんないえすごい篠田さん空野の,の空野の,のアイコンみたいなやつだすごい嬉しいなんか私の方が嬉しいよそれ <laughs> 私が嬉しい空のにしてくれてるあたり <laughs> 告白しないのに振られたことになります確かに私がマチさんの告白んなんか振っといたから。へへ 後悔してるかな、後悔させてくれてたらいいな。<laughs> 多分売られてます <laughs>。空も大好き。空の。 空のに言っとくフ <laughs> フ空のちゃん元気かない,いいなみんなやっぱね私はあの何少女漫画好きだからさ キキュンキュンン話を求めてるのでなんかね聞かしておくれよベイベーですよあの時 OK 誰,誰のことですか <laughs> あの時 OK しとけばよかったってなんかよかったです <laughs> いいな私もおたかつしたいな 誰行きたいだろう？おたかつ、おたかつ、うん、おたかつしたい。えユッキーな大好きありがとう。何かあったら報告します。待ってます。進捗報告待ってます。 えイコラブてかさニアジョイちゃんの新曲がめっちゃいいのよめっちゃかっこいいのよ超かっこよくてさなんだろうあの感じはもうめっちゃかっこいい大好き「視聴ありに会いたい」って言われて行ってきたうわのうざいなうざくなってきたなだんだん後退しました しじゃ進捗じゃなくて交代なんだ最近かわいい子見つけたから行こう対馬かりん以外ですかおス ST いいねいってらっしゃいめっちゃいいあのさニアジョイのあれなん,なんだろうな乃木坂でいうとあのオオカミオオカミに口笛を的な雰囲気を持ちつつ なんだろうイラついらついとかの感じを持ちつつなんだろういいよねうざくなってきた <laughs> やばいやんさんきっちゃんさんのことうざくなってきちゃってかりん以外で怒られ怒られん怒られんかりんかりんなんてほっとけほっとけ <laughs> めっちゃいいめっちゃいいねん え本当に聞いたほうがいいめっちゃかっこいい <laughs> かりんほっとけだでもジョニーさんは意外とスプスラ言ってるもんね何問も起きてみなよ <laughs> 終わらん終わらんなんとかなるさ 黄色かわいいののちゃんののちゃんいいねちらこんばんこんばんはじゃないこんにちはいかんとこ <laughs> <laughs> まだまだいけるねバーギーバーファイティングあピッてちょっとオタクオタクしたいニヤジョイ あとあれも好きですよ君ははにかみショートで冬のプリズムこれいいですゃさ家でさこっあのさ家でさミルテンからのシオリンパートを一生歌ってるんですよどうしようもなく君が好きと感じてるだけをずっとそこのフレーズだけをずっと歌ってた家で <laughs> 2番の どうしようもなく君が好きと感じてるだけこんにちは <coughs> ね、なんかちゃんのショートいいかわいい 間隔開けないで行ったら運営の人にかまちファンの人どういうことどういうことどういうことですか。かんえあ,あの生誕祭の後に行ったってこと。サッシーは天才いやほんまよ。 うんまいよマジで自慢したい何何が何がよ不都合に言ったら言われた <laughs> いいじゃんいいじゃんいいじゃんユッキーな天才それなうちって天才やねん私もアイドル アイドル作りたいな <laughs> ひーちゃんパートどこどこだどこだサビのさひーちゃんパートまだ歌詞覚えてないんだよ ね。<laughs> 私あのよく難問の、まあ、難問のスタッフしててな楽屋でさモニターとかあったりするんですけどの一緒に踊ってたりしてます実は <laughs> 実はちょっと踊ってたりするでよく踊れるなんか マネーージャーさんとスタッフさんとかにで「えい一気に出る?」とか話してんの <laughs>「泣かないであの時の声なら今も支えてくれてるズバッと塗り響いて <laughs> ボロボロのハートを抱きしめ守られた」 おれのヒーロー死はかけないよ無理無理無理パクリパクリハッピーエンドバッドエンドどっちでもちょっとダンジ兄ちゃんも姉ちゃんも集まれカアニバルえもうね一曲も踊れないメンバーになったら行くじゃあアイドルやろうかな アイドルアイドルやるか会社の会社の会社で会社でアイドル作ろうかな <laughs> 嘘ですもう無理です今今期が遅れるそうなのでやりません <laughs> あ週末確かに週末アイドルになれるね 週末アイドルかまちゆきだー,ー,ー <laughs> どうどうどう週末に会えるアイドルかまちゆきだー,ー今季気にするでしょ帰れブブー,ブーダメ いやいやでもさ結婚をさ20代まあ真ん中か二十代中にさするにはさほらそろそろこう出会う必要があるじゃないですか誰にも受け入れられてないんだけど「いいじゃん」っていうコメント一つもなくて泣いた泣きました悲しいんですけど。 アイドルをさもうあと2年とかやっちゃうともうだいぶ遅れちゃうからさねき <laughs> のじいさんファイトしみるファイトしみるエぐしみる悲しい <laughs> 辛いしみすぎるおでんおでんの大根レベルにしみしみ <laughs> 悲しいよ ジョニーさんのファイトもしみるわ。悲しい。もう横になってんのよ、今ずっと。もっとラストアイドル。ちゃうでー。ちゃうでー。強く生きるね。強く生きるわ。一緒に頑張ろうな。しみる <laughs>。 頑張ったありがとうしみんかったわ <laughs> かっちゃんさん,がんの頑張ったわ嬉しいけどしみなかった <laughs> おでんストーリー今年やるかなだって去年はさ夜12時過ぎくらいまでバイトやってたそっからおでん食べてたからな今年はおうちおでんしようかなこの扱いが好きなんやろコラコラ フラスコ染みるフラスコ染みるて <laughs> おでん値上がりしたマジつらこないださこの間なんかさ同期と話してたんですけどなんか保険料値上がりしたよねみたいな話しててその円安で円安で物価とかすごい上がってるのに給料は上がんないよねつ,つらみたいな話してて。 保険料も値上がりしたからその何給料からさ天引きされる分が何増えたよねみたいな話してて「えそうなの?」って私なって知らないんだけどみたいなでなんでだろうと思ったら私その何出張行ってて出張でなんか定時んか 以外の時間で働くときとかがあって、その分の残業代もらってるから、その普通の給料よりちょっと多くて、やったーって喜んでたらから気づかなくて、そう、<laughs> マジかでショックを受けました。辛いね。<laughs> でも社会人半年経ちましたからね、私半年以上。 4 5 6 7 8 9 10えもう七8か月とかそう私だけだねねえそうな来年住民税が「こんにちは」してくるからどうしよう家賃家賃高いねん。 こそ家賃3万円に <laughs> ふるさと納税って社会人2年目からでいいんだよねえショールームのゴールドも値上がりしてるのマジでマジ1年目うそ今年やってないや2年目からでいいか なんかさ、なんか積み立てとかさあるじゃんなんかとか株とか私あれ分かんないからさ詳しい人いたら教えてください誰か詳しい人いたら誰か教えて <laughs> 片道2時間でも交通費全額支給してもらおう <laughs> そうだよね養ってもらわないとねマイナスなの <laughs> 自転車で行くキッズキチクリアン4時間ぐらいかかっちゃうんじゃない自転車だと。 早く相手を本当は、ね、しかも養ってくれるような相手を見つけなければいけないんですねそしたらちょっとね分かんないんですよそういうなんか石油を見つけないとねそうなんだよねフフ <laughs> 石油情報、確かに掘りに行けばいいんか確かにうわ、そろそろお腹空いてきたからお昼ご飯を食べようかな温泉掘りたい私石油よりも 私は温泉を掘り温泉を掘りますじゃないご飯を食べていきたいと思いますのでランキングを読みたいと思いますチュンチュンさんありがとうハートありがとう <laughs> えっと 13位、きっちゃん、ありがとう。12位、まちさん、ありがとう。11位、まこりんさん、ありがとう。10位、662位、BPM さん、ありがとう。9位、ふくたんさん、ありがとう。8位、みわさん、ありがとう。7位、ジョニーさん、ありがとう。6位、りょうたくん、ありがとう。5位、ひでくん、ありがとう。4位、キャスターさん、ありがとう。3位、しょうたくん、ありがとう。2位、かっちゃんさん、ありがとう。 一位、きのじいさん。ありがとう。きのちゃん、ありがとう。皆さん、ありがとうございました。お付き合いしていただきまして。ということで、うどんを食べてきます。バイバーイ。バイバイキン、きーん。